はい、こんにちは。今日なんですけれども、自分が普段行っているトレーニングの、まあ、頻度について紹介したいと思います。まあ、トレーニングの頻度は週、まあ、2から3ぐらいで、調子いい時は2、30分ぐらい週1でまた足すので、まあ、週4ぐらいになる時もあるんですけれども、だいたい週2、3、3.5 ぐらいの感じでやってます。で、まあ、トレーニング週5とか週6やる人が結構多いと思うんですけれども、あれ、俺はお酒を飲むの好きだし、彼女とデートするの好きだし、彼女とイチャイチャするの好きだし、彼女いねー。はい、ってことで、まあ普段やってる種目はこんな感じで分けております。で、週3の場合だとこんな感じです。胸の日ですね。で、上腕三頭筋1種目やって、お腹15分。これは前紹介した15分腹筋を実際に普段やっております。次に背中、二頭筋1種目、お腹15分という感じの日で、次に肩で、足で、これ1プラス1って書いてるのが、足は基本的に1種目、まあ、バーベルスクワットなんかを1種目がっつりやる感じで、残りの1種目はこの好きなトレーニング、これはまあ、胸、背中、まあ、腕でもいいしお腹でもいいし、ちょっとやりたいなって思うトレーニングプラス足のトレーニングを、スーパーセットで行ってるって感じですね。まあ本当はスーパーセットって上腕二頭筋と上腕三頭筋とかそういう感じなんですけども、まあ僕はそこまでこだわらずっていう感じでやっております。で、調子いい時は、有酸素か TRX か、まあお腹、はい。で、週2の時は肩のトレーニングをこことここに組み込みますってなると、胸と肩の前側の背中と肩の後ろ側っていう風な感じになりますね。はい。足はこっちのどこかで入れるっていう感じになりますね。で、トレーニングの、時間はだいたいね、60分以内には必ず収まっております。2時間とか結構やる人とかもいると思うんですけど、俺にはねちょっと無理。時間がねちょっとバタバタしてて30分とかしかできない時はスーパーセットとかジャイアントセットとかを取り入れたりしてトレーニングしている感じです。はい。まあこんな感じで僕は普段トレーニングしてます。もっとトレーニングしてる人ってたくさんいると思うんで、あんまり当てにならないと思うんですけども、俺はまあこんな感じでやってるので、まあぜひぜひ試してみてください。それでは